はい、皆さんこんにちは。言いたい放題チャンネルでございます。もうコロナの話もね、大体もう一段落つけたというつもりなので、今回からね、ちょっとね、違ったテーマ、充実して人生生きる方法についてね、ちょっと語りたいと思うんですよ。皆さん充実してますかって言って、こんなコロナ騒ぎで充実してるわけないじゃない。だけどね、逆にこういう時だからこそ、リードできる方法があるというね。人前で何にもね、しない時に一緒になって、何にもね、できない時にですよ、ぐだぐだ言ってても何にも起きないの。要するに、この時に何をするか、実際ね、神高さん、私でも迷うんです、ね、どうしよう、困ったな、考えてる暇があるんだったら何でもやろう、これは正しいですね、だけど、やる内容も吟味して考えていかないと、やっぱりくだらないことをやっててもしょうがない、それが難しいわけじゃないですか。だからそういうことも踏まえてね、どういうものが有意義だということを含めて、いろんな例に合わせてやってみたいと思います。梅雨で雨もひどいね、この時に政府の問題ばっかりしないで、我々で対策考えましょうということで行ってみたいと思います。それでは今日も言いたい放題チャンネルでございます。でいいのかなこれ、はい、まあいいや何だったかな、チャンネル忘れちゃってたもんね。はい、でね、結論から言ってね、例えば仕事がない人いるじゃん、仕事ない人かといって辞めて新しい人につけるわけないでしょ、この時期に。これがね、僕まず言いたいことなの。要するに仕事を辞めてね、例えばマジックバーでも何でも皆さん辞めたって何かできるのって。会社辞めてマジシャンになれない話はよくしてんだけど、逆もあるよね。マジシャン辞めて何になるので、生活保護だけできるの分かんないよね。だけどいろんなことを考えた時、そんなわけいかないでしょ。だから必ずこの時間を充電とするんだったら、それまでやっていくことがあるだろうと思いました。というのもね、今日ね、僕ね、ずっとね、怠け者なんですよ。要するに引退して責任があるって亡くなったからってカード触ってなかったの。下手になった、びっくりした。で、まだね、すぐ取り戻せると思ってるといけないんですよ。やっぱり練習は続けてなきゃいけないでしょ。だから、まあやっぱりさ、どっかでちゃんと再開しないと。下手になるのがいいんだったら好きならいいけど、俺嫌だからね、やっぱね。引退しようってなんだろうと、やっぱりさ、歴史的に絶対うまいままで終わりたいと思うわけ。ね。だから、で、それでいくらになるのとか、わけのわかんないこと言ったらしょうがないのよね。だから、人間の付き合いもそうなんで、こういう時だからこそ、本当の人間を知って、人間と付き合うと。今、僕は静岡で仕事をね、しないで、普通にネットだけやってるけど、伊藤マンと知り合ったこと、本当僕ね、実に嬉しいんだ。昔、ヤコママと知り合ったことを思い出すの。伊藤マンに言うとね、一緒にしないでくれって言うんだけど、どっちもいい友達なんだよ。ね。だけど、なんでヤコママが俺を大事にするかって、友達だからなんだよ。伊藤もそうだと思うんだ。だから僕らを何かに利用しようとか、僕が何かに利用しようと思ってたら友達になれないの。これ大事ね。うん。で、結局、なんでじゃあ友達になりたいってかって言うと、ひたむきに努力して前に進んでる僕のやり方がみんな好きだからだと思うんだ。はっきり言ってね。そういうことされちゃ困るようなバカのマジシャンたちもいるけど、そんな気にしないの。うん。俺はこうやって生きて、こうやって死んでいくんだから。決まってんだよね。はい。まあ、例えば将棋の例なんだけど、今伊藤マンが一生懸命果敢に将棋を、私に挑戦してる。で、あんまり勝てないんでびっくりしてると思うんだ。なんで？それは俺はわざと負けて後で言い訳して、あの時手抜いてやったんだよっていうの嫌だから。負けたら本当に、いや、あの時の伊藤マン強かった、本当強かった、だから確実に3段あるよって言ってあげるようにするためには、全力で俺がやるしかないでしょ。全力を続けてんです。だから簡単に勝てない。その代わりね、ネットとかいろんなの対戦してるのを見た時に、僕が教えたことを僕と対戦する時が忠実守ってるから、勝率がかっくり上がっちゃったんだ、みんなね。だからやっぱりさ、どんなものでも要するに上達する上に行くってことは一つしかないわけ。楽をしようとするとさ、無理なんだよね、どんなことしたってね。本当にね、それね、痛切に思うのは、今僕がちょっとカードを怠け者になってるから。もうね、リングはね、例えばいつも上手いなって自信持ってもダメ、下手になるの絶対。だからどこかで寄り戻す作業ってやっぱり練習しなきゃいけないやっていうような気持ちになるんだ。そうしなきゃいけないね、人生ね。うん。じゃあ仕事どうすんのとか言ったって、これはやっぱ仕事に向けて準備してるしかない。今までのことをちゃんとやってること。僕はにわか YouTuber じゃありません。ずっと前から YouTube やっててね、もちろんミクシーだって Facebook だって、たくさんの友達5000人とか1000人とかね、そういう人間たちがいるわけじゃない。だからそういう人たちに向けていつもちゃんとした発信をするということも絶対怠けちゃいけない、だから当たり前のことをやってるんですね。だから今日は禁酒日だからお酒飲まない。目の前に缶チューハイ買ったんだけど、今日多分絶対飲まないでしょう。まあそういうような生活をしながらね、まあ、今日はコーヒー牛乳とお茶だけで過ごすつもりなんだけど、みんなね、自分たちの妥協とか変なところね、要するに堂々って言っちゃいけない。やっぱりそれを守んなきゃいけない。ね、昨日いろいろあってコロナの話とかいろんな話をして、お店のことも言った。プロフェッショナルのお店ってどんなものか。ね、で、僕の仲のいいリュウジ君と伊藤マンがちょっと小競り合いしちゃったんだ。ね、で、これはどっちにも要するに非があったの、聞いてたらね。伊藤マンがたまに酔っ払うと大声出しちゃうんだよね、お店で。だからお店に迷惑かかっちゃう、これはやめた方がいい。だけど結局伊藤マンって乗客なんだから、乗客には乗客の扱いをしなきゃいけない。これはリュウジ君がいかに友達だったらダメなの。だから答えははっきりしてるの。
だけどお互いが仲が良すぎるからどうしてもそういうこと言い合っちゃう。だから俺が真ん中に入る場合がありますね。もちろんいろんな意見はあるんだよ、意見はあるんだけど、2人が揉めてる時に俺が入ったら俺はそういう意見なんですね。だからそういうふうな話で俺に最低求めんだったら、求めないでほしいんだよ、変な話ね、俺の言い分があるんだったらね、ということだと思うんだな、うん、だから俺には要するに直接的にさ、テロを仕掛けてくるさやつ以外はそういうのいないから、うん、仲のいい友達が多いですよね。だからみんなでその悪いやつがいるんで、アメリカと九州の方にいるんで、そいつを何とか駆逐するためにみんなで協力します。今黙っちゃったね。だけど相変わらずそういうウイルス被害が続けてるみたいなんで、あれウイルスってさ一回伝播しちゃうと誰かがね、またウイルス、本物ウイルスだってパソコンのウイルスね、要するにそれがどんどん寄宿していくんですよ。だから怖いと思って、俺アマゾンのはっきり言ってアカウントが乗っ取られたのかな、分かんない。アマゾン非常に対応悪いんでね、月曜日になったら本格的にやろうと思ってますけど、悪いやつはいます。だから悪いやつに正義感ずらしてね、いやみんなね命が大事だと言ってもしょうがない、悪いやつは消滅させるしかないのよ。やっぱりそういうこともね考えてほしいんだな、みんなね。悪いやつをなくすにはそうしなきゃだめ。やっぱり人間ってさ、性善説性悪説って言うけど、性悪説かどっちもありね、悪い人間は悪いし、いい人間はいいんです。だからやっぱりそういうものをちゃんと見てね、正しくやっていこうということが私たちの友達の鉄則なんだよね。やっぱりデタラメはダメ、どんなこと言ったってね。だからウイルスでみんなにさもう予告してね、被害を与えるぞって予告してるようなバカなんてのははっきりと俺は死んだ方がいいと思いますね。よく戦争なんか行った時に平和主義の人たちっていうかさ、平和主義って俺わかんないんだけどね、戦争行って人を殺すんですかね、殺すんだったら殺されたくない、あなた殺されてください、俺は俺の友達にも殺されたくないからね、悪いやつがいたら相手を殺してでも自分は命を守る、こんなの当たり前じゃないね。じゃなかったら世の中ってのは小銭がないんだよ、戦争も何も全部そうなのね。だからそういうことも考えた上で発言してくれないと、お前は勝手にいいだろうね、マスクしててね、それで感染に怯えてない、俺は感染に怯えないんだよ、いろんなね。そんなのにたまにコロナ警察とか言ってさ、マスクをしてないやつ見るとマスクを取ってしっかりとペッて唾吐きかける、これ殴り殺してカバンに浮かべても罪ではないよねっていう気がしちゃうんだよ、本当気がするんだよ。そんなことは俺はしないけど、もっと手痛めに焦るかもしれないけど、とにかくね、間違ってるやつが多いでしょね。それを正当派ぶってるやつだったら大嫌いだな俺な、うん、はい。コロナの話はしないって言ったからここで終わりにしとくけど、どんなことでもそうなんだな、人間の付き合いとかそういうことやってる時にやっぱり我々が友人となった人間をね、助け合って生きるのは当たり前ね。で相手が危害を及ぼしてくるんだったら正しく駆逐するのが当たり前、これ小児憲法の教えで僕習ったんだけどさね、力愛不利とかね、あとは現代治療とかいろんなもの習いました。要するにどんなにね正義感ぶったって力がないやつはダメだとね、要するにもっと被害があるとね。でどんな力があったって正義の気持ちが持ってないと暴力になる、その通りだよね。だから心とあれを同時に磨こうって言って少林寺は言ってる、うん、だからそれが見えすぎた犯人浮くようなっていうかもしれない、それでもいいよ、それをそうだと思ってる人たちいるんだからね、違う武術やりたいんだったらやればいいし、武術が嫌だったらやんなきゃいいんだしさ、余計なお世話だよね。はい、まあそんなわけでね、要するに僕は僕なりの生き方をしてます。皆さんも皆さんなりの生き方をすればいいと思う。いや最近アドバイスを求める人もやっぱり相変わらずね絶えなくて多いんです。いくらでもしてあげるよ、いくらでも本音を教えてあげるよね。だけど学校の先生たちが社会科の授業なんかで教えるような道徳とは全然違いますね。やっぱり目には目をってわけじゃなくて、歯には歯をってよく言うけど、そうじゃなくてね、武力攻撃には武力攻撃をなんだよ、はっきり言って、ね、で正しい的が誰かを分かんなきゃいけません。日本に敵対してるのは韓国と中国です、北朝鮮じゃありません、ね、まずここ、あとはうまくやれると思ってるの。北朝鮮もそうだし、ね、ロシアもそうだし、まあ、フランスっていうまあ、ね、遠いけど反日国もあるけど、とりあえずは基本的には日本とうまくやっていこうというもので作られています。やっていきたくないのは韓国と中国だ。中国もうまくて調子よくやっていきたいかな、都合よくね。そんなの分かってるわけだから、分かってるってマスコミを見て分かってるんだよ、俺は言って分かってるんだよ、はっきり言ってね。中国のその共産党とか日中友好議連のトップと話し合ってね、それこそハニトラかけられそうになったりもいろいろしてて分かってるの、うん。なんでそんなことされるんですかってのは僕のラジオとか日記をたくさん見てください。過去の僕のね、一つの実績でもありますね。はい、その時作ってくれたのはヤコママだったんだよね。ほんとハニトラから目の前にさ、もう1000万は楽にあるだろうってベートルサスとさね、ものすごい高級ワインが置いてあって美女がね持ってきたらどうする。はい、でも僕は動かなかった。ヤコママ言ったってね、何の関係もないよ、OK ってね、すごく尊敬できる人だよね。僕より3つぐらいしたかな、でも若々しいです。何言ってんだか分かんないけど、それが言いたい方でちゃんと。
また来週お会いしましょう。ありがとう、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。